北口改札口小平駅は東京都小平市噌の町一丁目にある西武鉄道の駅である。駅番号は SS19。新宿線と灰島線が乗り入れている。灰島線は当駅が起点であるが、灰島線からは新宿線西武新宿駅方面へ直通する列車が多数運行されている。以前は隣の萩山駅で灰島線と交差する多摩湖線。 西武遊園地駅方面からの列車の大多数も、廃島線を経由して、当駅まで乗り入れていた。2013年3月16日のダイヤ改正により、当駅からの多摩湖線直通列車は大幅に削減されたが、車内放送での乗り換え案内はされている。島式ホーム2面4線の地上駅で、京城駅舎を有する。西部新宿側の上下線間に8両編成まで、 対応する引上げ線があり、所沢、廃島側で、新宿線と廃島線の線路は平面交差している。その北側には、廃島線上り線から下り線上の片渡り線もあり、早朝深夜の当駅発着の重量編成の電車が、ここを通過して一番ホームへ直接進入する。2011年現在のダイヤでは、 下り本川越方面電車と灰島方面電車は主に当駅で接続する。上り本線電車と灰島線からの電車は当駅、または田無駅で接続する。2006年12月、下り線ホームに待合室が設置された。各ホームと改札内コンコースとの間は階段のほかエレベーターエースカレーターにより連絡している。このほか南口、 北口地上部と改札外を連絡するエレベーターも設置されている。トイレは改札内コンコース部に立地し、多機能トイレを併設する。近年の1日平均乗降人員の推移は、下表の通り。近年の1日平均乗車人員の推移は、下表の通り。ルネコイラ小ーエン南口ロータリーにある、FC 東京創設20周年記念モニュメント。 小平市の代表駅であるが、当駅は、市域の北西端に位置し、100メートルほど西側に、東村山市との市境がある。主に、南口側に、商業施設が多く立地する。市役所など、観光庁施設の多くは1.2キロメートル離れた、多摩湖線を埋め街道駅周辺に集積している。東日本旅客鉄道武蔵野線の新小平駅へは、 大梅街道駅から徒歩で約10分、または小平駅南口から運行している路線バスで行くことができる。駅北口周辺は道幅が狭い上に病院、工場、霊園があることから通勤、受診、見舞い、母さんによる人通りが多い。そのため駅北口ロータリーの設置が計画され、さらにそこから東京街道と交差し、東京都道5号、 新宿大梅線新大梅街道の柳久保交差点付近まで道路を付設する小平都市計画道路3.49号小平駅久留米線が小平市の第三次事業計画による優先整備路線に選定されている駅南口ロータリーに小平駅南口小平駅前停留所があり以下の路線が乗り入れ都営バス、西部バス、銀河鉄道により運行されている 駅北口、小平駅前郵便局奥に、小平市、コミュニティタクシー、ブルベイ号の、小平駅入り口という名の乗降場を設けている。なお、古くから、駅南口、大梅街道付近に存在している路線、コミュニティバス、小平駅入り口バス停とは、同一名称の、全く異なる地点の公共交通機関の乗降場、であるので、注意が必要である。ありがとうございます。